国史病とは、1346年から1353年にかけて、アフロユーラシア大陸でパンデミックを起こしたセンペストの続称である。かつてこう呼ばれていた由来は、症状が進行すると排血症による皮膚の出血反で体が黒ずんで見え、発病から2から3日で死亡してしまったためだと考えられている。ユーラシアと 北アフリカで7500万の2億人が死亡した人類史上最も死亡者が多いパンデミックとして記録されており、ヨーロッパでは1347年から1351年にかけてピークに達した。センペストはペスト菌によって引き起こされる病気で、排血症ペストやハイペストをも引き起こす場合がある。国史病はペスト第二のパンデミックの始まりとされている。 この薬病は宗教的、社会的、経済的な大混乱を引き起こし、ヨーロッパ史に大きな影響を及ぼした。国史病の起源については議論が続いている。このパンデミックは中央、アジア、または東アジアが短所とされているが、欧州地域で最初となる決定的な発言は1347年のクリミア半島だった。 クリミアからは、ジェノバ共和国の奴隷船に乗って移動したクマネズミに、寄生するのみによって運ばれた可能性が、最も高く、地中海沿岸を越えて蔓延し、コンスタンティノープル、シチリア島、イタリア半島を経由したアフリカ、西アジア、他の欧州地域へと広がっていった。上陸後は、国死病の大部分が、のみと、ハイペストに、 可能なエアロゾルを介した人から人への感染によって蔓延したという証拠があり、流行感染が非常に速いスピードで内陸に広がったことを説明している。ペスト医師中世後期にヨーロッパを襲った2番目に大きな自然災害が国死病であり、欧州人口の30の60%が死亡したと推定されている。この薬病が14世紀に 世界人口を約4億7500万人から3.5から3.75億人へと減少させた可能性がある。中世後期を通して追加の感染爆発があり、他の要因も相まって1500年まで欧州の人口は1300年の段階へと回復することがなかった19世紀、初頭までペストの感染爆発が世界中で巻き起こった。 ペストを患った14世紀当時の欧州著作家は、この病気を、ラテン語でペスティスやペスティラン社、エピデミア、モーティリタスなどと記した。同パンデミック以降は、14世紀半ばの事象と他の感染症や薬病の流行感染とを区別するため、ファーストモーレインやファーストペスティランスが用いられるようになった。1347年にパンデミックを起こしたペストは、 14世紀や15世紀の欧州言語では特に黒の言及がされなかったものの命に関わる重篤な病気に対しては黒石という表現が時々用いられていた。ペストのパンデミックを指す用語として初めて言明されたのは1775年でデンマーク語のデンソルテ・ディディが英訳されてザ・ブラック・デスとなった。これを翻訳したものが国死病である。 同パンデミックの妥当なな名称となる、この表記は、スウェーデンとデンマークの年代記制作者によって15世紀から16世紀、初頭に普及し、16世紀と17世紀には、他の欧州言語にも翻訳釈用で取り入れられた。以前は、大半の欧州言語がこのパンデミックを、ラテン語のマグナモーティリタスから訳したり、翻訳釈用していた。死を黒と表現する、黒のフレーズは、 非常に昔から存在する。ホメロスは、オデュッセイアで、巨獣スキュラのことを口が黒い石で満ちていると表現した。ルキウス・アンナユス・セネカが、流行感染を、国史と記した最初の人だとされる場合もあるが、疾患による急性致死と暗い予防を言及したに過ぎないとされている。12から13世紀のフランス人イシルド・コルベイユが、 病気の兆候と症状に関する論文の中で薬病熱を言及するのに国詞の表現をすでにを使っている。他にもベルギーの天文学者シモンド・コビーノによる詩の中で国詞というフレーズが1350年に使用されており、ここではペストが先生術でいう木星と土星の合わせによるものとされている。彼の使った国詞というフレーズは 1347年のペストのパンデミックと明確に結びついておらず、病気で命を落とす結果に言及したものだと考えられている。1893年に歴史家のフランシス英ン・ガスケスーキ教が大規模なペストについて書き、それが東洋ではありふれたものかセンペストだったことを示唆した。ガスケは1908年に14世紀の流行感染を指す。 国史という名称の使用が J.I. ポンタヌスによるデンマーク史の1631年の著書に初めて登場したと述べた。同書にはその影響から彼らは一般的にそれを国史と呼んでいたとの序実がある。当時の学説最も権威ある当時の記述としてはパリの医学部からフィリップ6世に宛てた報告書が見つかっている。この書簡では空中にある 大学病の原因として1345年の3、惑星による合わせが現れた天空を問題視していた。ムスリム宗教学者はこのパンデミックが神から下された、殉教と慈悲であると教え、楽園における信者の地位を保障した。非信者にとっては懲罰だとされた。一部のムスリム医師は、神から使わされた病気を予防したり治療することの内容を警告した。それ以外の医師は、 ヨーロッパ人によって使用されていた薬病の予防措置と治療を採用した。これらのムスリム医師はまた古代イギリシア人の著述をよりどころとしていた。有力な現代の学説欠をたらふくすったケオピスネズミの海。この飲み種はペスト菌を伝染させる媒介動物で大部分のペスト流行で全ペストを蔓延させる原因となっている。のみは私有とも。 吸血動物で感染を伝播させる可能性がある。ペスト菌に感染したケオピースネズミのみ、腸内に菌が暗い塊として映っている。こののみの善意はペスト菌のバイオフィルムに塞がれている。こののみがペスト菌未感染の宿主の血を吸うと感染が引き起こされる。アジアの気候変動によってゲ、ハルインが乾燥した草原から人口の多い地域へと移っていき、 この病気を蔓延させた。ペストという病気は、ペスト菌が引き起こす、家畜フード病で、中央アジア、西アジア、アフリカ、アメリカ西部など様々な地域の地上げ、春イによって、運ばれるのみの群れに普遍的に存在する。ただ14世紀に、それを知るすべはなく、ペスト菌は1894年に、香港で起きたセンペスト流行感染の際、 アレクサンドル・エアシンによって発見されたものである。またカレコのバシラス族がゲ・ハルイに存在することを証明し、ネズミが主な電波の担い手であることを示唆した。ペスト菌の一般的な伝染メカニズムは、ポール・ルイス・サイモンドによって1898年に確立され、ペスト菌分裂により中腸が塞がれたのみの交渉が関与していることが分かった。この閉塞がのみを植えさせて、 積極的な接触行動に借り立て、逆流によって、閉塞を取り除こうとし、その結果として、数千のペスト細菌が吐き出されて、宿主を感染させる。また、センペストのメカニズムは、下、春以の群れに耐性があるかないかによって異なる。疾患耐性がある群れだと、それが、宿主の役割を、果たして病気の流行感染を維持する。耐性がない群れだと、死んだ際に、 のみが人を含む他の宿主に移り、人の流行感染を引き起こすことになる。DNA の証拠フランス南部マルセイユ近郊にある1720から1721年の集団墓地で採集された人骨には、センペストの原因生物であるペスト菌の東洋株の分子的証拠が見つかった。21世紀に入るとペスト菌をゲノム解析するようになり、 ハーン・シュラは2010年に成果を医学系学術誌に発表した。彼らは国史病やその後の再発と関連したヨーロッパ各地の集団墓地から出土した人骨の思想に存在する DNA や RNA をポリメラーゼ連鎖反応技術を用いて評価した。フランス南部やドイツで行われた以前の分析とともにこの新しい研究が 国死病の原因に関する議論の決着となり、ペスト菌が中世時期のヨーロッパを荒廃させた、薬病流行の病原体だったことを明白に示して、いると著者らは結論付けた。2011年、英国イーストスミスフィールド墓地の国死病犠牲者から採集された遺伝的証拠でも、その結果が追加確認された。シューネマンらは中世ヨーロッパの国死病は、 今や存在しないかもしれないペスト菌の変種によって引き起こされたと2011年に結論付けた。2011年後半、ボスラは同じイーストスミスフィールドッチで採集したペスト菌の最初のゲノム概要をネイチャー誌で報告し、国死病を引き起こした菌種がペスト菌の最も現代的な菌種の祖先であることを示した。以降の追加ゲノム論文では、 さらに国史病の原因となったペスト菌種が、ペスト第3のパンデミックを含む、後年のペスト流行感染の祖先にあたり、かつペスト第1のパンデミックを引き起こした菌種の子孫である、との系統発生学的な位置づけを確認した。加えて、戦死時代のかなり昔のものからもペスト遺伝子が回収された。14世紀ロンドンからの人骨25体から採取された DNA は、 ペストが2013年にマダガスカルを襲ったのとほぼ同じペスト菌種であることを示している。衛生学の重要性は病原菌説の発展とともに19世紀に認識されたものである。ヨーロッパの通りはそれまで一般的に不潔であらゆる動物や人の寄生虫で溢れており伝染病の蔓延を助長していた。発症地域西ユーラシアのペスト蔓延細菌の 遺伝的変異を分析したマークアヒトマン率いる異界伝学者チームによると、ペスト菌は中国国内かその付近で進化を遂げ、それが複数の流行感染で世界中に蔓延したという。ガリーナイロシェンコ率いるチームによる後年の研究は、キルギスタンと中国の国境にある天山山脈に起源を置いている。 キルギスタンのイシククルコ近郊にある1338から1339年頃の墓には薬病に言及する秘文があり、一部の歴史家や疫学者はこれを流行感染の発生を記したものだと考えている。他の指揮者は中国起源を優勢と見ている。この学説によると病気はモンゴル帝国の軍隊や貿易省と共にシルクロードを通ってきたか。 船を経由して到達した可能性がある。1347年に国死病がコンスタンティノープルに到達する前の15年間で流行感染によりアジア全域で推定2500万人が死亡したとする説もある。ただしインドと中国の中世史研究では14世紀デリー、スルターン朝に深刻な流行感染の証拠がなく14世紀 元王朝にもペストの具体的な証拠が出ておらず、これらの地域に国史病が到達していない可能性が示唆されている。オーレ・ベネディクトは最初の国史病の明確な報告がカフ派から来ているため、国史病はカスピ海北西岸近郊のペスト病層から始まった可能性が最も高いと主張している。 ヨーロッパでの感染爆発始まってから7年後、イングランドに襲来すると、最初はドーセットシャーの海岸に合流する街や港で始まり、そこでは他の国々と同様に住民がほぼ完全に消え失せて、つまり生き残った人はほとんどいなかった。それでも、やがてそれは、グロスターにイーア・オックスフォードとロンドンにまでやってきて、ついにはイングランド全域に蔓延した。 そのためいかなる手を尽くしても生き残れたのは10人に1人だった。ジェフリー・ザ・ベイカー、クロニクン・アングリエ・ペストは1347年にクリミアの港町カフファからジェノバ共和国の貿易省を介して初めてヨーロッパに入ってきたと伝えられている。長引く都市包囲の間1345から1346年に ジョチウルスのジャーニー・ベク群が感染した死体を城壁に打ち上げて同住民が感染してしまうが、これは感染済みのネズミが包位線を越えて移動したため住民に流行感染が広まった可能性が高い。この病気が定着すると、ジェノバの貿易省は国会を渡ってコンスタンティノープルへと疎開し、1347年夏にそこで初めてヨーロッパに到来した。 そこでの流行感染は、東ローマ皇帝ヨハネス6世、カンタクゼノスの13歳の息子を殺し、彼はトキディデスによる、紀元前5世紀アテネの薬病記述を模して、病気の説明を記しながらも、海事都市間の船による、国史病の蔓延に着目した。またニケフォロス・グレンゴラスは著作の中で、デメトリオスキドネスに当てて、死者数の増加、医学の無益さ、 市民のパニックを説明した。コンスタンティノープルでの最初の感染爆発は1年、続いただけでなく、1400年までに10回ぶり返した。ジェノバ共和国のガレー船12隻によって運ばれ、1347年10月に、ペストがシチリア島に到来すると、島中で急速に広まった。カッファから来たガレー船は1348年1月に、 ジェノバとベネツィアに到着した。しかし、イタリア北部へ至る発端は、数週間後に起きたピサでの感染爆発だった。1月末頃、イタリアから追放されたが冷戦一隻がマルセイユに到着した。この病気はイタリアからヨーロッパ全土へと北西に蔓延し、フランス、スペインにも襲来した。1348年6月までにポルトガルとイングランドへ、 その後1348年から1350年にかけてドイツ、スコットランド、スカンジナビアまで東と北に蔓延した。船がアスコイに上陸した1349年にノルウェーへと入り込み、その後ビョルグビンとアイスランドにまで蔓延した。1351年ついにロシア北西部にも蔓延した。ペストは 近隣との交易があまり進んでいない欧州地域の一部ではやや珍しかった。一部の疫学者によると不快な天候時期にペスト感染したげっぱ類の群れが減少して強制的にのみが代替宿主となり地中海域の暑い夏やバルト三国南部の涼しい秋にペストの感染爆発を引き起こしてピークに達することも多々あった。 テスト感染の様々な原因の中でも栄養失調は免疫系を弱めるためヨーロッパ人口の甚大な喪失の主因となった。西アジア及び北アフリカの感染爆発国死病はパンデミック期に中東や北アフリカの様々な地域を襲撃し経済構造や社会構造に深刻な過疎化と高級的な変化をもたらした。感染済みの激波が新たな ゲッハルヨを感染させることで病気は地域全体に蔓延し、ロシア南部からも入ってきた。1347年秋までに薬病はエジプトのアレクサンドリアに到達し、同時代の証言によるとコンスタンティノープルからカイロで奴隷を運ぶただ一石の商船から伝染した。1348年の晩下までにマムルーク町の首都で、 イスラム世界の文化中心地カイロに到達した。バフリーマムルーク町のスルタンであるナーシルハさんは疎開し、60万人の住民の3分の1以上が死亡した。中世のカイロには病院があったにもかかわらず、死体でナイル川が埋め尽くされた。歴史家アルマクリーズイは、墓掘りや葬儀執行の仕事が溢れるほどになったと説明し、 次の一世紀半にわたって薬病が回路で50回以上繰り返された。同年4月までにこの病気はガザへと東に向かった。7月までにダマスカスに到達し、10月にはアレッポで薬病が勃発した。同年、現代のレバノン、シリア、イスラエル、パレスチナの領土にあるアシュケロン、アッコ。 エルサレム、シドン、ホムスの全都市が感染した。1348から1349年に、この病気はアンティオキアにまで到達した。同市の住民は北に疎開したが、彼らの大半が移動中に死んでいく結果となった。2年以内に、このペストはアラビアから北アフリカに渡るイスラム世界全体で蔓延した。このパンデミックはアフリカ海岸に沿って、 アレクサンドリアから西に蔓延し、1348年4月には、チュニスがシチリアからの船で感染した。その後チュニスは、モロッコからの軍隊による攻撃を受けた。この軍隊が1348年に引き上げると、モロッコに、その感染をもたらした。なお、この流行感染は、アンダルスにあるアルメリアのイスラム都市から始まった、可能性がある。 メッカは恥を行う巡礼者によって1348年に感染した。1351年か1352年にイエメンのラスール・チスルタンであるアルムジャー・ヒド・アリがエジプトのマムルーク捕虜から解放され彼の帰国とともにペストが持ち込まれた。1348年の記録はモースル氏が大規模な流行感染に見舞われバグダッド氏が この病気の第2波を経験したことを示している。センペストによる指の末端へそが皮膚と肉を餌しさせ、見た目が黒変した手センペストに感染した人の大替上部にある鼠径部横減。リンパ節主題はペスト患者の首、脇、鼠径部に発現することが多い黒死病はセンペストが主体でハイペストも一部観察された。 センペストセンペストの症状としては38節41度の発熱、頭痛、関節痛、吐き気や嘔吐、倦怠感などがある。処置を受けずにいるとセンペストを患った人たちの80%が8日以内に死亡する。当時のパンデミックの記述は多様であり不正確なものも多い。最も一般的に指摘された症状は、阻径部、首、脇に、 横弦が現れ、開くと脳が滲み出て流血した。以下は、ボッカチオの記述である。男女共に、素形部や脇に、明確な腫瘍が現れて初めてそれを打ち明ける。そのいくつかは普通のリンゴと、同程度の大きさに育ち、他は、卵ほどである。体の上実に箇所からこの致命的な選手はすぐに、増殖を始め、まんべんなく、全方向に広がっていった。 その後は、病状が変化していき、黒い反転や泡技が、腕や太ももその他様々な部位に発現し、その時は数こそ、少ないが大きかったり、微細だがたくさんあったりもする。この選手は、死が近づいている、絶対確実な前兆であった。これに、急性熱と吐血が続いた。罹患者の大半が、最初の感染から2から7日後に死亡した。蕎麦カス状の斑点と発進は、 のみの交渉によって引き起こされた可能性があり、ペストの可能性があるもう一つの兆候として同定された。ハイペスト1348年にコロンナ数域境外薬病で亡くなった時の主治医は、肺に感染して呼吸器系障害を引き起こしたハイペストという独特の病気形態に注目した。症状としては、発熱、咳、核痰などがある。病状が進むにつれて核痰が 流動的になり色も真っ赤になる。ハイペストの死亡率は90から95%である。死者数国死病や死の舞踏に触発された死の普遍性に関する空話は中世後期の絵画における一般的なモチーフとなった。正確な死傷者の数字は存在しておらず、死亡率は地域によって大きく異なる。都市部では、 感染爆発前の人口が多いほど異常死の期間が長くなる。ユーラシアでは約7500万人から2億人が死亡した。14世紀の国死病の死亡率は20世紀最悪とされるインドで起きたペスト菌の感染爆発よりもはるかに大きかった。国死病によっておびただしい数の遺体が生じたためヨーロッパでは 数百や数千という人骨を収める大量の埋葬地が必要となった。掘り返された大量の埋葬地が国史病の生物学的、社会学的、歴史的、人類学的な意味合いの解釈や定義を考古学者に続けさせている。中世の歴史家、フィリップ大リーダーによると、ヨーロッパ人口の45の50%がペストで死亡した可能性が高いという。 ノルウェーの歴史家オーレ・ベネディクトは、それがヨーロッパ人口の60%に及んだ可能性を示唆している。1348年、この病気は急速に蔓延したため、医師や政府当局がその期限を考える時間を持つ前にヨーロッパ人口の約3分の1がすでに死亡してしまった。人口密度の多い都市部では人口の50%が死亡することも珍しく、 なかったパリでは人口10万人の半分が死亡した。イタリアではフィレンツェの人口が1338年の11万の12万人から1351年には5万人に減少した。ハンブルクとブレーメンでは少なくとも人口の60%が死亡した。この病気によりロンドン市民も同程度の割合で死亡した可能性があり。 1346から1353年にかけて約6万2000人の死者が出ている。フィレンツェの税務記録は1348年に同市人口の80%が4ヶ月以内に死亡したことを示している。1350年以前はドイツに約17万にあった集落が1450年までに4万近くに減少した。 この病気は一部地域に到来しておらず、最も人里離れた壁地は、電線に対して脆弱ではなかった。15世紀の変わり目までペストは、フランドル地方のドゥア合に現れておらず、エノオハクリョウ、フィンランド、ドイツ北部、ポーランド地域の人口には、さほど深刻な影響を及ぼさなかった。国死病で亡くなった人の看病をした僧侶や修道、女は、特に大きな打撃を受けた。 ペストで亡くなった人を埋葬するトゥルネ市民アビニョン補修の医師レーモンド・シャルメルド・ビナリオは1347から48年、1362年、1371年、1382年のペスト感染爆発による死亡率の減少を観察してデ・でエピデミカという論文にした。最初の感染爆発では人口の2、 3が病気にかかりほぼ全員の患者が死亡した。2度目では人口の半分が病気になったが、一部しか死ななかった。3度目は1、0が影響を受け、多くの人が生き残った。4度目の発生では20人に1人だけが発病し、その大半が生き残った。1380年代のヨーロッパでは、主に子供たちが感染した。シャルメルドビナリオは、 射血が効果がないと認識しており、ペストは実際のところすべて先制術的要因によって引き起こされており、不治であると主張した。彼は自分自身に治療を一切施さなかった。この当時の中東については人口の約1、3が死亡したという推定が最も広く受け入れられている。国死病によりエジプト人口の約40%が死亡した。カイロでは 人口60万人が、おそらく、中国西部最大の都市では、住民の33から40%が8ヶ月のうちに死亡した。イタリアの年代記制作者、アニョーロディトゥーラは、ペストが1348年5月に到来した、シエナでの経験を記している。父が子供を、妻が夫を、兄弟のれがもう一方を見捨てていた。というのも、この病気は、 息や視線を通して襲ってくると思われていたのだ。そして、そのように人々は死んでいった。また、お金や友情のために死者を埋葬する人など誰も見つからなかった。被災も連れず、政務日課も持たずに、遺族の人たちができる限りきれいに家族の遺体を棒に運んできた。大きな穴が掘られ、多くの死者が深く積み重ねられた。昼夜を問わず、 何百人もの人が死んだ。そして、豪が満載になるとすぐに追加で掘られた。そして私やニョーロディトゥーラは、五人の子供を自分の手で埋葬した。そして、大地にまばらに埋められた者たちもいたので、犬たちが彼らを引きずり出し、街中の多くの遺体を食い尽くした。全員に死が待ち構えていたので、誰かの死で泣いた人は誰もいなかった。また、あまりに、 大勢の人が死んだため、誰もが世界の終わりだと信じていた。経済面パンデミックによる人口激減に伴う労働力不足を受けて、賃金が急上昇した。一方イギリスでは、賃金収入だけで生活していく労働者や、職人や、公員の多くが、国士病後の四半世紀に起きた急激なインフレーションによる実質所得の減少に苦しんだこともわかっている。 また土地所有者はテナントを維持するため労働市役の代わりに金銭の賃貸料を肩代わりするよう迫られた。環境面一部の歴史家はパンデミックによる数え切れない市で土地が手付け数になり森林再生の引き金となる気候の寒冷化をもたらしたと考えている。このことが商標期を導いた可能性もある。白外線3 4 9年に家計に所される。 ユダヤ人。14世紀、アンチキテーツフランドライのサシエ国史病をきっかけに、新たな宗教熱と共振が開花した。一部のヨーロッパ人は、様々な集団を標的にし、この危機について、彼らを責め立てた。ハンセン病の他にきびや感染といった、皮膚疾患を持つ人たちもヨーロッパ全域で、殺害された。14世紀の両実者や政府は病気の説明や、 食い止めに苦慮した途方に暮れていたため、ヨーロッパ人は感染爆発の理由として、先制術の力、地震、ユダヤ人による井戸への毒流しに目を向けた。多くの人が、流行感染は罪に対する新罰だと信じており、神の許しを勝ち取ることで安心を得ていた。ユダヤ人コミュニティに対する攻撃も多かった。1349年2月のストラスブール大虐殺では、 約2000人のユダヤ人が殺害された。1349年8月には、マインツとケルンのユダヤ人コミュニティが壊滅させられた。1351年までに200以上のユダヤ人コミュニティが潰された。この時期に多くのユダヤ人がポーランドに移住し、そこでカジミエシュ大王から温かい歓迎を受けた。社会面、ピーブリューゲル作、死の勝利は、 ペストに続く社会的混乱と恐怖を描いた、物有力視されている学説の一つとして、1348年から1350年にかけてヨーロッパを襲った国死病により引き起こされたフィレンツェの後輩が14世紀のイタリア市民の世界観に変化を起こす結果となり、ルネッサンスにつながったという説がある。イタリアは特にファンデミックによる打撃を受け、 それが死への達観をもたらし、スピリチュアリティや来世よりも思想化が、地球上の現世について資料する原因になったと推測されている。国史病は、宗教芸術作品の講演者に権限した新人、深さの新たな潮流を巻き起こしたとも論じられている。これはルネッサンスが14世紀のイタリアで発生した、理由を完全に説明するものではない。国史病はイタリアだけでなく、 上述のようにヨーロッパ全域に影響を与えたパンデミックだった。イタリアでのルネッサンス発言はビザンチン、帝国滅亡後のギリシャ学者の流入と相まった複数要因の複雑な相互作用の結果である可能性が最も高い。人口激減の結果として労働者階級の価値が高まり、庶民はより自由を享受するようになった。労働需要の高まりに応じて、 労働者は経済的に最も有利な地位を求めて転職した。国死病の発生以前、ヨーロッパの諸活動はカトリック教会によって運営され、同大陸はードと都市国家で構成される封建社会だったようである。14世紀のパンデミックが宗教勢力と政治勢力の双方を完全に再構築した。生存者は スピリチュアリティの別形態に向けるようになり、フォードと都市国家による権力関係は崩壊した。カイロの人口はペストの流行感染が数多く発生したこともあり、18世紀初頭には1347年の半分になっていた。イタリアの一部都市の人口は19世紀まで14世紀以前の規模に戻らなかった。パンデミックによる人口減少は 経済的にも影響を及ぼした。食料価格が下がり、土地の価格は1350年から1400年にかけてヨーロッパ地域の大部分で30から40%下落した。地主は大損失に直面したものの、庶民にとっては行幸だった。パンデミックの生存者は、食料価格が安くて、土地も豊富にあることに気づき、 彼らの多くが死亡した親類からの財産を相続した。このことがおそらく封建性をぐらつかせた。ヨーロッパではこの時期に検疫という言葉が根付いているが病気の蔓延を防ぐために人を隔離するという概念は古くからある。ラグサ共和国ではペスト感染地域から同市への新犯者に対し30日間の隔離が1377年に実施された。 後に隔離期間は40日に延長され、イタリア語で40を意味する単語クオーランティーノにちなんで、検疫と名付けられた。ペストは14世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパと地中海域で幾度となくぶり返した。ジャンロエル・ビラーベンによると、ペストは1346年から1671年にかけて、毎年ヨーロッパのどこかに存在していた。 第2のパンデミックは特に以下の年に広域蔓延した。その後の感染爆発もまた深刻だったがヨーロッパの大部分と北アフリカから撤退したのが特徴だった。歴史家ジェフリー・パーカーによると1628から31年の流行感染によりフランスだけで100万人近い人々がペストで死亡したという17世紀前半、ペストはイタリアで 1> 約170万人の犠牲者を出した。17世紀のスペインでは、ペストの極端な発言により125万人以上の死者が出た。国死病はイスラム世界の大部分を荒廃させた。ペストは1500年から1850年にかけて、事実上毎年、少なくともイスラム世界のどこかに存在していた。ペストは北アフリカの都市を繰り返し襲った。 アルジェでは1620-21年に3万から5万人の住民を失い、1654から57兆1665億1691万1740から42年に再び住民を失った。カイロは最初のペスト流行感染から150年で50回以上の流行感染に見舞われ、1840年代に2度目の パンデミックによる最後の感染爆発があった。ペストは1850年頃までオスマン帝国社会の大事件であり続けた。1701年から1750年にかけてコンスタンティノープルでは大小37例の流行感染が記録され、1751年から1800年の間にさらに31例が記録された。バグダッドはペスト到来によって 深刻な被害を受け、人口の2、3が死亡した時もあった。ありがとうございます。